で今からお尻触っていきます。で、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを、まあ、足の疲れだったり、まあ、背中の疲れだったりとして頭が勘違いしてしまうことが多いんですね。で、まあ、お尻しっかり重要な部分なのでしっかり押さえていきます。で私がわざわざ説明したってことはそう痛いんです。頑張ってくださいね。足はでも軽く感じてる。足軽くなってるでしょ。はい、はい、心の準備、心の準備大丈夫？はい。大丈夫。心の準備大丈夫ですか？心の準備が、はい、いいですか？はい。いきますね。はい、足触ってる時にお尻がブルブルしてましたから、はい、だいぶねこの辺りが疲れてたんでしょうね。なんということでしょう。で反り腰だし余計かな。そうですね、うん、張ってますもんね。張ってますね。はい、はい、お願いします。はい、触りますか。はい、痛い。あ、特にこいつね。あ、痛い。痛い。しないとやっぱり取れていかないですからね。頑張らなきゃ。はい、これが硬い。でも痛みちょっと減ってきたでしょ。
たかもしれないけど分かんなくなってきたね。はい、よく耐えましたね。じゃあ反対側していきますよ。怖い怖いけどちょっとやってほしい。はい、足を上げますよ。あ、そうかもしれない、うん、先左でよかったの。先左でよかったね。でもいつもなんか気になるところです。はい、あ、これね、はい、そうでしょうね、はい、だってめっちゃ硬いの。お尻ってそういうのがスッキリしてる感じあるでしょ。スッキリしてます、うん、足とかもすごいスッキリ、ね、スッキリしてるでしょ、はい、っていうのはね、まあ、それが分かればまた来ようかなとか思うんですけども、うん、やってる間はめちゃめちゃ痛いんですよ。そうですよね、はい、すぐ効くんです。すぐ効きます。今すごいお尻が、はい、なんか血が流れてる感があるでしょ。血がすごい流れてます。感じたことのない快感がある。はい、これが今日も楽なんだけど、終わった後3日ぐらいするともっと楽になるんですよ。はい、はい、頑張ってください。